岩見国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、三陰道に属する。東西に長いため、大田市を中心とする東部を、石、東、大津市や浜田市を中心とする中部を、石、広市、増田市を中心とする西部を、石西と呼び、三分される。また、中国山地を唯一越える豪の川が流れており、秋国との結びつきも強い。 明治維新の直前の領域は、浜田市、益田市、小津市、大地郡、鹿野足郡及び、大田市の大部分、出雲市の一部、伊市郡の一部、広島県山形郡の一部にあたる。該当区域の面積は3,585.41キロ平方メートル、人口は211,940人。古墳時代の山東県による出雲国の攻略と、同時に、 岩見国像が設置され、その支配領域は7世紀の律令制岩見国に引き継がれた。縁起式に岩見国の駅として、並根、拓の、楠木道、高等、高生、一巻が見える。駅は里と同じ行政単位でもあった。和名省によれば、国府は長郡にあった。現在の浜田市の遺憾脇遺跡付近や、上府遺跡、古市遺跡あたりなど諸説あるが、 遺構が発見されていない。また、浜田市か府町へ移転したとする説もある。岩見国の国分寺、国分天寺は、浜田市国分町にある。現在の総当州の国分寺が、国分天寺跡とと推定されている。その近くの金蔵寺境内が国分寺と考えられている。部分的な発掘であるが、当時の山門、近道、行動 東跡などの礎石と推定されるものが検出されている。岩見守るか幕府室町幕府江戸時代以前、江戸時代。ありがとうございます。